はい、どうも、アザラシです。今日はですね、この、穂先救急隊というのを使って、竿、穂先を直そうかなと思います。以前一つだけ直したことがあって、今回はね、この安物の竿壊れたまま放置してたのが転がってたんで、なんかな、パック15、200、ミニパック15、210で、ほんまに安物の。タックルベリーで買った安物の竿なんですけどもね。安物ゆえにすぐ壊れてしまった。しかし壊れてしまったけど、このね、この大きさは魅力。いつでも使えるなと思ったんで、これをね、やっぱり直そうかなと思います。しかしですね、直そうと思うんですけど、ここのところ、バキッと折れた時、このなんか、繊維がここら辺まで切れてしまったんで、ちょっとヤスリで削ったんだけどね、これで。安いで削ったんだけど、どうも綺麗にならないし、なんかこう、ね、脆くなりそうなんで、普通にここを切っちゃって、おそらくね、切っても、こいつなら入るんじゃないかなと、サイズ的にね。多分、入ると思うんで、ちょっと気をつかない。ま、やってみようと思います。ちょっと、不安がある。かな、もうちょっと先かな。よいしょ。だいぶざっくりいっちゃいましたけど、なかなか竿ってね、ここら辺壊れたらもう直せないんじゃないかと思う人が多いと思うんでね、あえて直してみたいと思います。まあこんなもんでいいでしょう。ちょっとこの辺も削っとく。ちょっと、よし、 OK。 はい、説明書読んどく。キャップをそこに刺して、うんたらかんたらグルーを火で溶かし、刃先につけ、トップを差し込む。そしてトップパイプ部分をかさったぶり、向きを合わせながら奥まで差し込む。はみ出した部分を取り除いて完了。まあ熱しろというのはね、これの重要なところかな。このグルーというのを、ちょっと待った。一回使ったやつは残りがあるはず。ちょっと使おう。グルーというのを使って、接着しますけれども。どれが一番径が大きいのかな？これか。これが一番径が大きいな。あ、余裕だった。余裕となるとちょっと、余裕ってなるとちょっと怖いな。中頃のやつ。でもいけるか？あ、これじゃいかない。ちょっと短く切りすぎたかな。短く、太いところで切りすぎたかな。これだともしかしたら収まりきらんかな。収まりきらないな。まあでもしょうがないね。収まりきらないけど、けどこっちが入んない以上ね、こっちが入んな、壊れそう。大丈夫、しょうがないね。こっちしかないね。こっちしかないね。で、こういう竿にするしかないな。よし、じゃあ行ってきます。試しながらやってますけど、はい、まあやるしかないでしょう。はい、グルーを溶かす。このままでいいかな。はい、これでこれをこれにつける。見える？ああ、たっぷりつけすぎた。ああ、たっぷりつけすぎた。
面白いよね、このなんか接着、接着プラスチックみたいなやつが接着で接着させるっていうのは。で、差し込んで、奥まで差し込む。ギュッギュッギュッとね。奥まで差し込み、ひねると。もう全然動かない。はい。お、冷えてるね。ちょっとピントが合ってないか。はい。まあ、こんな感じですね。ちょっとプラスチックの残ってる部分が外に出てますが、これをまたハサミのようなもので。めちゃめちゃ錆びてるのがバレてしまう。ハサミのようなものが実はこれ爪切りだったりする。よし、オッケーでしょう。カチカチカチ、刺さりはしないけど、まあ治ったかな。抜けないし強固になったでしょう。ちょっとね、これに合う、これに合うあの竿のキャップみたいなやつ買わなくちゃいけないけど、ということで完成です。以上です。簡単でした、簡単でした。穂先救助隊。では皆さんもぜひ、もしも穂先が壊れたときはこのような手順で簡単に治るのでね、本当もう物の何秒かで治っちゃう。このグルーってのがなかなか優秀で、ホットグルーってやつかな、プラスチックみたいなものを溶かすと、溶かしてくっつける。うん、普通ののりよりもなんか全然ボンドとかよりもね、優秀というか、もう全体抜けない。はい、完成です。ほい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 、ということでね、はい、皆さんもぜひお試しください。ほなまた。